子のみんなはもう寝てるだろうから、こっからは悪い子の時間。見えないパーティクル、うん、この間と、あーはいはい、意味わかった、うん、え、うん、あの黒いボールみたいなやつでしょ、黒いというかブルーのやつ、ちょっとあれ名前なんだったっけ、あ、違う、私がパーティクルつけるから、うん、あ、はいはい、私何もしなくていいんだっけ、うん、私がやる、はいはい、つけるよって話ね、うん、オッケーオッケー、今インしました、はーい、はい、はい、スリンクオープンにしてないかもな、どう、ちょっと一瞬だけ、あ、じゃあ行ってらっしゃい、行ってくる、音来ましたって言ってね、メさん、じゃあ音を出しますね、はい、お願いします、音来てるみたいです、あ、入ってます、あ、そうだ、ごめんなさい、ミュートします、ミュートします、はい、じゃあ、私の方はオフにします、はい、はい、すいません、皆様、大変長らくお待たせしております、ちょっと準備の方に時間がかかっておりますので、でもう少々お待ちいただけたらと思います、はい、そうですね、先ほどの梅さんのではないですね、カラスさんのお声になりますね、はい、申し訳ありません、じゃあ少々お待ちくださいね、
はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。ですね、本日スターのライブ第7回目ということでセブンスライブとなります。はい、はい、来てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、イントロ長いですかね結構ちょっと長かったねごめん。はい、でですね、ちょっとですね、ちょっとこちらの事情で、ちょっと開始の方がですね、遅れてしまいまして申し訳ありませんでした。はい、はい、もうそれしか言うことはないのですけれども、はい、はい、そんな感じでちょっと時間も押してきたからね、さっさと行っちゃいましょうかね。はいはい、それではですね、ですね、まずザキサーというですね、私たちのことについて少しお話をさせていただければと思います。はい、このキサというユニットはですね、キララとサクヤの女性2人ユニットでお届けする、セカンドライフの中でのユニット活動名となっております。はい、はい、それではですね、ちょっと短いんですけど簡単にメンバーの方を自己紹介していきたいと思います。はい、では私の方がいい。はい、はい、はい、それでは皆さんこんばんは、キララフォアです。花息歴もう1年以上になりましたね。そうですね、なんか先ほどまた 花がなんか鳴ったらしいけど、誰かの花が、サクヤさんだと思いますがね、すいません花ゴーゴーしてしまうね、なんかもう申し訳ありませんね。まあそんな感じで、花粉が大変な季節なので、より一層鼻息がピンク色に染まりつつありますが、はい、ではサクヤさん行ってみましょうか。はい、どうぞ。このキサというユニットのですね、永遠の仮のリーダーのサクヤと申しますはい、花が新しい花がついてしまいました。花が、はい、2人で、まあ、細く長く続けていければなと思っていますので、うん、はい、ですね、今日のライブもですね、いろいろと皆さんと楽しんでいけたらと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。なんで昨夜ファンか誰かキララって言ってくれないのかまあいいや、はい、はい、それではですね、早速ですけれども、はい、の方に入っていきたいと思います。はい、はい、大丈夫かな。はい、ちょっとじゃあ準備しますね。はい、こんな感じでですね、いろいろと業務連絡が来てしまいます。業務連絡も結構表に出してやってたりするんですけれども、トークも何でもかんでもぶっつけ本番って感じで、はい、ちょっとお見苦しいとこあったらごめんねそんな感じなんですけれども、もう、まあ、この場にいる人しか味わえないという楽しさがありますので、はい、はい、では、そういえば後でいいか、協力してくださってるスタッフの皆さんのお名前を呼ぶの忘れた。う、ね、うん、じゃあそれは、じゃあ中間のトークですよね。はいはい、大丈夫かな。はい、私は OK です。はい、では、曲の方が最初1曲目ですね、サブリミナルドライブです。
聞いていただいたのがサブリミナルドライブでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんな感じでね、徐々に進めていきたいと思いますが、はい、ところどころになんか馬が鳴いてる予感。確かに、ね、ところどころでヒヒーンって聞こえるんですけど、おー鳴いてるとか。そこはご愛嬌ということで。すごくないその馬。泣くの。泣くみたいだね。ちょっと驚いたよ。我々はあのヒヒーンっていう効果音を出してるわけではないんですが、まあ、ちょっとヒヒーンという声があの聞こえるかもしれませんが、こう BGM 的に非常に面白いですね。ちょっと思わず笑っちゃいました。プッとか言って泣いてるこれ豚は泣いてませんよ。馬ですから。似てるけど、ね、豚と馬は違う。豚さん踊ってくれてるからね。はい、ちなみに私馬刺しが好物ですね。聞いてないってね。はい、どうぞ。あ、私、OK、はい、です。はい、それではですね、続けて2曲目の方に行きたいと思います。はい、はい、2曲目はミスティックムーンになります。聴いてください。
強く打ち抜くたび闇を消し去る。メイクの地図記憶の底指し示す先 Is this the final game? 選択を迫られてゆく開いた先に待っている Wish for the moonlight 形のない時の歯車触れる指先忘れないさ求めることもっと早く描く奇跡闇を切り裂く遥か時を越えやっと会えた確かに触れた君の真実揺れる光体にまとい果てない空へ惹かれてく Wish for the moonlight 形聞いていただいたのがミスティックムーンでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どんどん曲が進んでいって、もう2曲目の、そうですね。はい。ですので次がですね、一応前半最後の曲、はい、ということになりますね。はい、はい。ダンスの方はね、前半3曲は私の方が、そうですね、キララさんが、はい、ダンスとパーティクルは。に担当させていただいております。ちょっと待ってくださいね。ここにここにもちょっと小技があります。小技が、はいはい、皆さんカゴの方が見えましたでしょうか。見えてるかな。見えてるといいな。はい、じゃあ一応、はい、OK です。どうぞ。はい、それでは、前半最後の曲になります。鋼鉄の翼と鳥かごの中の僕。
はい、聞いていただいたのが鋼の鋼鉄の翼と鳥かごの中の僕でした。大丈夫でございますか？大丈夫です。ちょっとね、あの出番が近づいてきてドキドキしてますけど、すんごい噛んでますけどね。よかった、アイテムが無事全部出ました。心配したわ。はい、はい、ね、来てくださってから、はい、ありがとうございます。さんと、はい、さん、ありがとうございます。会場の方に、カメラの方をやったらなんかよくわかんないんでしょ。はい、あ、
はい、皆さん平日なのにありがとうございます。はい、ありがとうございます。京香さんでいいのかな。はい、殿下さん、そして風さん、千代丸さん、あ、ありがとうございます。うさぱんさん、うさんぽさんかな、うさんぽさんね、はるさんとみひまるさん、お嬢さん、黄金さん、ただおさん、いつもありがとうございます。まことさんもありがとう。ていうか、ただおさん、あの、豚さんなんですかね、あの、食べていいんですか。あの、丸焼きやっちゃうよ。はい、そんな感じで、一応ですね、前半が終わりまして折り返しということで、はい、ちょっとここでですね、いつもラジオでやってるコーナーなんですけれども、ちょっとトークの方ですね、入れたいと思っております。で、そしてですね、トークに入る前にですね、我々以外のちょっとスタッフさんの方を紹介させていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、まずですね、曲の方を流してくださっているホストさんって言っても、そういうホストじゃないよっていう、DJ さんなんですが、カラスソングラークさんです。はい、パチ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 、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、はい、そしてですね、ライブの映像をいつも撮っていただいている梅子ぶちゃペックさんです。はい、パチ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 、はい、パチパチパチ、いつもありがとうございます。素晴らしい映像ありがとうございます。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、といったですね、本当に少人数な感じですけれども、はい、ライブの方を回しております。はい、まあのんびり進めていこうかなと、はい、思いますね。はい、はい、それではですね、はい、ではちょっとトークの方に行ってみたいと思います。はい、はい、ですね、ラジオの方ではいつもですね、花言葉をですね、当日の花言葉をお題にして、はい、雑談トークをしたりしてます。はい、はい、そして今日はですね、3月23日なんですが、はい、ときめきというのが花言葉でして、はい、ほうほう、ときめき、ときめき、太郎さん、なので分かってる、太郎さん、ときめき、なので、まあ、私的にはこの記者のライブを見てときめいていただけたらな、うん、幸いだなという感じなんですけども、うん、皆さんどうですか、ときめき。昨夜の花息を聞いてときめいちゃうとな。こんなものにときめいたとかありますかね。あ、まあ、最近、あのピッコリさん流行ってますけどね。何？え、何ピッコリさんって。ピッコリさんって、なんていうの、人形が動くんだよね。知らない、何それ。あ、本当？あららら。ゲームなのそれ。いやいやいや、SL だよ。SL？ うん、結構空豆でブログ上がってんだけどな、そう、わかんないな、ほんと？牛肉の頬煮を使ったギトギトしたうどん。え、何の話だかよくわかんない。はい、ときめきか、最近ときめきってときめきなんかある？ときめいたこと、なんか春の洋服を見たときめくとか。じゃあパンツ見えてるとか言わないで。これ一応ブルマ。嘘。え、違うの？いや、私は。え、私ブルマかと思った。最近ブルマって言うの？言わないか、もしかして。わからない。ブルマ自体が存在してるのかどうかすらわからない。ときめいたらしいよ、ただおさん。ありがとうございます。ありがとうございます。この服買ってここまでちょっとね、短いとは思わなかったんだよね。そうなんだよね。うん、ちょっと驚き魔物着ですね。そうそう、だからね、見せパンしなきゃ。見せパンなのかこれ。はい、肉食系パンツはさくやさんですね。そう。よくわかんないで言っちゃいましたけどね。はい、相変わらず微妙なね、花言葉でどうしていいかわかんないね。そう、まだでもマシなった方だと思う。そうね、ときめきって言われてもなんだかもうときめくも何もへったくりもこうね。あ、ね、まあ、こんな感じでですね、普段も毎週月曜日にですね、こんな感じのまったりトークをしながらラジオをしておりますので、はい、あの、お花なの、お花、お花、あ、お花ね、お花、黒ユリ、
あ、え？黒いのにときめくの？みたいよ。わかんないな。黒ユリなんですよ。不思議でございますね。ね、こんな感じで、ワイワイガヤガヤとまったり、のんびりやっておりますので、はい、よろしければ、見に来てください。同期にね、はい、そうそう、黒ユリよ、黒ユリ。そう、黒ユリ。怪しい女性のね、ね、醸し出すような雰囲気あります。そうそう。はい。はい、では、次行きましょうかね、もう時間も。どんどん休止間違えたら、それ心臓止まっちゃうね。死んで、ちょっとそれ違うね。それではでは、杉咲さんね、ダンスを送ってくださいね、後半の方にですね、はい、入っていきたいと思います。はい、はい、これでダンスのね、後半をしてパーティクルとは主に咲さんが担当することになりますが、前半はじゃあ咲さんが準備している間に私の先ほどのステージの方の説明を軽くいたしましょうか。はい、はい、私の方は、1、2曲を主にパーティクルをメインに、ライブの方をさせていただきましたけど、3曲目のね、鋼鉄の鋼の方は、やはり歌詞の意味を沿って、カゴを作ってみましたね。囚われの身ということで、カゴを一生懸命探してセットをして、で、まあ、出れたということで、まあ、花が咲くと。春なので、ピンク色のね、ハスの花あたりをなんかちょっとこう、やってみてっていう感じで、少し春を意識してみましたね。サピアさん、ダンス、私は、これは来てるんでしょうかね。あ、送っているんですけどね。はい、これでいいかな。はい、はい、そんな感じでね、二人のダンスと、それとステージのパーティクルの組み合わせはそれぞれ個性が出ますので、こちらの方も楽しんでいただけたらと思います。はい、それではですね、後半1曲目になります。今月のイチオシミュージックにもなっている曲となります。アーマードガールです。Thank you.
聞いていただいたのがアーマードガールでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいはい、それでは、うん、次の曲いってしまいましょうかね。はい、時間もできたのでね。ね、わかんね。はい、忠雄さん、鼻血大丈夫ですか？お大事になさってくださいね。のぶとい声って誰だ？私のぶとい。どういうことでしょうかね、のぶとい。ずぶとい。どういうことでしょうかね、うん、本当に。はい、それではどうぞ。私は準備 OK だけど、さくやさんどうかな。はい、またね。梅ちゃんの声はしないと思いますけどね。そうですね、梅ちゃんの声はしないと思いますけどね。梅ちゃんの声はしないとね。はい、それではですね、次の曲はですね、ハウリングムーンになります。
聞いていただいたのがハウリングムーンでした。はい、月に吠える、はい、狼男ですかね。ですかね。うん、月に吠えてるんです。はい。昨夜がね。私がですか。私はあくまで違うんですよ。豚って言われると辛いな。ポヒーって言ってましたね。鼻で、ね、鼻で、ね。ヒヒーってなって。はい、じゃあまあそろそろ。あれ、ね、もう最後か、最後ですね。はい、じゃあ皆さんいよいよ最後ですね。なんといよいよ本日最後の曲となりまして、はい、で新曲になります。はいはい、ですね、あ、この曲はですね、なんとというか、昨夜が作詞しておりますので。昨夜が作詞ね。そう、なんか昨夜が作詞作詞昨夜どっちでもいいような感じ。どっちでもいいんだけどね、うん、作詞しております、はい、ので、まあ、ちょっと歌詞の方もですね、楽しんで聴いていただければと思います。はい、昨夜の心の内が見えますので、ね、はい、裏昨夜もわかるかもしれない、はい、裏昨夜はい、はい、ということで本日最後の曲となります、はい、シューティングスターです。の世の中で乾き疲れ果てた心を癒すため、隠れしまった心の明かり灯し、埋もれてしまった自分自身を探す。何も見つけられないで立ち止まりそうになって、届きそうで届かない、手を伸ばして掴むんだ。シューティングスター流れる星屑周りを照らすよ。私の日々に疲れた色を浮かべ、心に黒い重りを携えながら、心を削りながら過ごす毎日
地に欠けたピースを探すように目を凝らす。どんなに探していても見つからないものもある。でもそれは大事なもの、必ず見つけ出すよ。シューティングスター流れる星屑明るく照らすよ。知っていくよ、輝くシューティングスター足が本当くるぐり回ってますね。すみません。はい。じゃそんな感じでね。はい、いや無事終わりましたね。よかったで。そうですね。なんとか無事終えられまして。はい。良かったです。ありがとうございます。はい。ちょっとですね、あのね、最初遅れてしまって本当にそれだけが、はい、心残りですけれども。はい。ちょっと平日なので皆さん11時過ぎてしまって申し訳ありません。はい、でもキャンの最後まで聞いてくださってありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、まあ、エンディングの代わりにというわけではないんですけれども、会場に来てくださった方のお名前をお呼びしていきたいと思います。はい。はい。じゃあ、それでは私が言っているそうですね。はい。はい。じゃあ、それでは、天野春さん、今日もお越しいただきありがとうございます。お嬢さん、今日もありがとうございます。うさんぽさん、ありがとうございます。そして、みひまるさん、今日は、コマなのかしらね、それ。ポニーなのかな。とても面白かったですね。どうもありがとうございます。そして、ふうさん、お越しいただきありがとうございます。黄金さん、今日頭の上にすごく美味しそうなもの乗っかってますね。はい、お越しいただきありがとうございます。では、さくやさん、お願いします。はい、たたおさん、来てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。まことさんも来てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、メコブチャさん、カラスさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お二人のご協力があってね、ライブに無事成功することができましたね。はい、後ほどですね、また映像の方をですね、 YouTube などに上げていきたいと思いますので、もしも、お知り合いなのでおすすめになっていただけたら嬉しいなと、はい、思っております。はい、はい、で来週はね、
またラジオがね。あ、そうですね、うん、来週はですね、あのラジオの場所がですね、いつもの場所とちょっと変わりまして、はい、今月でちょっと閉鎖になってしまうトレンザシムにあるあのカフェオリオンさんの方で、ラジオの方させていただきますので、はい、そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。はいはい、それではですね、はい、はい、今日はあのライブに来てくださってありがとうございました。はい、じゃあまた次回もライブすると思いますので、その時よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんおやすみなさい。素敵なセカンドライブの時間をお過ごしください。お過ごしください。大丈夫か。はい、さよなら、またね。はい。I was a victim.